さあ今度は打って変わってソラさん、ここのトラップをどうにかしなければ、うにょうにょ動いてんな、なんかこれでも乗れるのか一応。にゃん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 、ちょっと待てよ、こうフリーフローアクションで、フリーフローアクションでうまいこと、にゃーっとっとっと、ジャンプで、あ、ちょっと待てよ待てよ待てよ、うまいことしてみようか、ちょっと一回、はい、問題はここですよ。よしよしよし、乗っかれた。はい、このそばに、これが諸悪の根源か、これを壊せばいいのね。あ、壊したいとも簡単に壊しましたか。これで下のなんかこの、ああなるほどね、下のこの正気みたいなのがなくなりました。これで OK。 さあ下にいた敵さんも倒しつつ前に進んでみよう。おっと、いきなり音楽が消えたと思った、びっくりした。サイホーンさん、これで敵さんはバッチリ、このそばにある宝箱も拾っておきましたので、これも大丈夫で、ここスピリット、タヌキが何かに気づいた、これは大手柄。ここを攻撃するとレンガが砕けて先に進めるようになったと。ふむ。で階段を上るとまた墓場か、さっきのは地下道だったみたい。で墓場をググーっと、これさっきのところじゃないだろうな、違います、あれ、ここもはてなはてなはてな、でさっきのところに戻ってきたわけではないのか。隠し通路を見つけて先へ進め、下に降りてみましょう。はい、でこっちに行ける道とこっちに行ける道、こっちを叩いてみようと思ったけど、パンダさんを先に倒しておくか。あ、宝箱、にゃー、はあ、敵さんが本当にたくさん出てきます。こっちの方が正解だったのか。どれどれ、ちょろっと上に上がってきて、さっきのところじゃないよな。あ、また正気がダダ漏れ、これはまずいぞ。これジャンプして登っておいて、またどっかに、上の方だな、ということは、はい、でこれでジャンプうまいこと乗っかっていけるかな、届くかな。はい、ジャンプ、よしよしよし、うまい。でそろそろ敵さんを倒すとレベルアップします。ソラさんは結構レベルが高いんですよね。はいはいはい、これで下の正気も大丈夫。向こうにも宝箱があります、取っておこうか。はい、ちょっと待って、もうここに来てね、すごくフリーフローアクションがすごい便利。はい、ネクストレベル37。あー、誰かいないかな、誰か倒させてくれる人はいませんか。出てきた出てきた、もうたくさん出てきた、供給型、これでレベルアップのはずだ。レベルアップをしたらすぐさまトンズラしましょう。スピリットが何かに気づいた、隠し通路か、タヌキがいなかったらこれ死んでたな。こっちかな、はい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 、ズドド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 、よし、でこれで、ちょっと待てよ、こっちに行くかこっちに行くか、こっちは行き止まり OK。 あー、ドクロばっかりじゃん、うわー、サイホーンさん、サイホーンさんの隣、お、セーブポイントで、セーブポイントからのクポちゃん、クポちゃんでたくさん買い物しておこう。ポーションを10個ぐらい、6個買っておこうか、はい、買っておきました。でハイポーションも6個、これで装備するんですよ。デッキコマンド、デッキエディットで、デッキエディットのところで、そうだな、この5番が空きがありますから、これをハイポーションにセットしておきましょう。でこれで一応セーブもしておくと、セーブもしておきましょうか、セーブ、いやこっちにしとこう、はい、セーブ、完了。さあそろそろソラさんもボス戦でしょう。どっちに行けばいいのかな、こっちか、あ、エスメラルダさん、カジモド、どうしてここへ。フィーバスが知らせてくれたんだ、フロローがここへ来るらしい、すぐ逃げる支度を。
ご苦労、ビーバス隊長。私の予想通りに行動してくれて助かったよ。なあ、カジムド。いつかは役に立つと信じていたよ。やっと捕まえたぞ、この魔女め。広場で火炙りにしてくれる。ダメ、どうかご主人様。フロロ、そんなことさせない。しまった。カジモド、エスメラルダ、ビーバス。広場で火炙りって言ってた。急がなきゃ。エスメラルダ。カジモド、ここは聖域だ。さあ、こっちもボス戦ですよ。バレットガゴイルをやっつけろ。てかね、今更なんですけど、このボス戦の音楽がすごくかっこいい。聞き惚れちゃう、聞き惚れちゃう。いたた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 。さてと、だだ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 、ちょっと待って。こっちのかなりアクロバティックなんだけど、飛ばない分転げてる転げてる。ちょっと疲れちゃったのかな。 HP ゲージが高いな。あー、燃えてる燃えてる。しっかり回復をしておきまして、ちょっと待って、これなんか ドロップゲージ、これ危なくない？え、これどうしよう、これどうしよう。早く片付ければいいってことか。はい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 。飛ばない分結構攻撃がアクロバティックでね、これ避けるのが一苦労ですが、ですが隙もでかい。ちょっとこれドロップゲージどうなんの、これどうなるんすか、いいところで。はいはいはい、できるだけやってみます。よしよしよし、この20秒の間に倒せばいいんでしょ、要はそういうことでしょ。危ないよ。はい、ポーション燃えてんな。ここだ、足元がお留守で、6、5、4、3、2、1。どうなる、あにゃー、いいところで。うわ、最初からか、そういう仕組みなのか。これボス戦中にドロップ切るとこれまずいっすね。あちち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 、燃えるぞ、危ないぞ。さあ、あとは足元によって火の玉を回避で、ここら辺でフリーフローアクションを使ってみようか。いただ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 、はい、ポーションで、この時はもうタコ殴りですよ。エアリアルブレイク、うわー、声熱いんですよね。ちょっとタヌキ燃えてる、タヌキ燃えてる、危ないよ。足元、基本足元、基本足元、燃えても大丈夫、燃えても大丈夫、足元にいれば大丈夫、基本的に大丈夫。ちょっとごちゃごちゃしますが、足元にいれば大丈夫なはず。ほら、また転げちゃったもん、本当にもう。とどめだ、
とどめではないですが、とどめだ。あちぃ、あちぃ、あ、たぬき、たぬき、早く消化して、美味しくなっちゃう。こんがり焼けちゃう。はい、はい、はい。あにゃっと。で、また転げちゃいましたから、こうだ。はい、はい、で、ちょっと燃える。が、大丈夫。それぐらいは大丈夫。で、足元をずっと攻撃。はい、はい、はい、当たりませんよ、そんなもの。もうちょっとタヌキが可愛いんですけども、ところどころタヌキが可愛いんですけど、危ない。いけるぞ。ブリザとファイヤーからのエリアルブレイクの流れは決めたかったが、そろそろですね。お留守になってますよ。1、2、3。さあ、このワンコンボで決めてしまいましょう。よし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 。リクさんの時よりかはもちろん楽に倒すことができました。ふう。そんなジプシー女のために命までかけるとはな。お前のために命を捨てた母の姿を見ているようだ。何？お前を始末しておけばよかったんだ、20年前にな。頑張って、しっかり。今度こそ神は魔女を滅ぼし、地獄の炎に叩き落としてくれるのだ。カジモド、カジ。カジモド、自分を閉じ込めちゃ。分かってる。僕をここに閉じ込めてたのはフロローじゃない。心を僕自身が閉じ込めてたんだ。うん。僕は心を自由にして外の世界へ出るんだ。フロローの見せた悪夢でカジモドは自分の心を閉じ込めていたのか。お前も心を閉じ込めているんじゃないのか。あの時のやつ、何のことを言ってるんだ。お前以外の心をな。え？俺が心を閉じ込めてる。
また夜が明け